おはようございます。おはようございます。あいにくの天気でございますが、はい、モーニングモーニング2週連続ね、うん、第12回目となりました。だいぶ長寿番組になってきましたね。だいぶ長寿番組になってもう落ち着きも出てきましたよ我々。はい。赤さんよく眠れましたか今日は。いや今日も40分ぐらいねアラームの音で飛び起きて40分。そう40分。全然眠れなかった。こういう予定がある日に限って寝れない。あるあるだと思います。あるあるですねそれは。これあるあるだと思います、うん、じゃあもう今日はあかり絶不調ということで、うん、まだわかんない。まだやってみないとわかんないってこと、うん、そうやってみないとわかんない。最後に不調だったか好調だったかあじゃあ発表してくださいね。はいそれでいいのかねわかりませんが、俺はそうね昨日配信やってまあ 4,5 時間ぐらいは寝て、いつも通りだね。いつも通り。まあまあもうなんか最近いつも通りになってきちゃったもうね 4,5 時間って聞いてもびっくりしなくなったもん。そう 4,5 時間前までは寝て、うん、寝るじゃん。で起きて、うん、もうちょっと寝ようって思うんだけど最近もう諦めて起きる諦めてもう行動を開始するようになっちゃった体が慣れちゃってうん体が慣れちゃって寝れないしな。そうまあちゅうわけで始めていきますか。はい。じゃあいきますよ。はい。マザーとあかりんのモーニングモーニング。わーおはようございます。おはようございます。おはようございます。いや僕ちょっとびっくりしたニュースが今週あったんですよ。お、何ですか何ですか。ポッドキャスト、おう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 、モーニングモーニングのポッドキャストで配信してるっていうことだったじゃないですかそうだね。そちらでなんとゲームカテゴリーで1位になったって。ポッドキャストのやったえすごくない。すごくないか。知らぬ間に、うん、知らぬ間にモデレーターの人が勝手にやってくれてて、いろいろランキング乗っちゃって1位になりましたと。びっくりしたよ。そうお便りとかもね、なんか、うん、そのポッドキャストで見つけて、うん、なんかもう2日で全部見終わりましたみたいな。すごい人もいたよ。ポッドキャスト勢から来てくれる方がいるの。そう、知らない世界からやってきてくれましたよ。え、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。え、嬉しい。ね、こういうのは本当なんかこうモチベーションにつながりますね。つながりますね。つながりますよ本当に。ありがとうございます。ありがとうモデレーター。本当に感謝感謝。おお調子悪いんじゃない今日調子悪いんじゃない。本当モデレーターさん、うん、感謝感謝。ありがとうございます。感謝感謝で、はい、あ爽やかな朝番組ですからね、はい、一旦こう12週目ということで引き締めていきましょう、はい、今週どんな感じでした赤さん。いや今週僕何があったっけなってさっき日記を見返したら、うん、なんか外が寒い、うん、9月22日、うん、これ以外の情報があんまりないそうだね。日記もなんかまちまちになっちゃってたね。ちょっとね、そうですね。あ、ということはやっぱり反省の色が薄れてきたってこと。そんなことないよ。そういうことでしょうか。全然そんなことない。まだまだアラームで起きたとき心臓パクッとそれほんとね、あれよ、ほんとなくならないぞ経験者は語る。これ寝坊した人が一生背負ってく十字架。もう十字架です。それは重い重い十字架です。え、だいぶ重たいよこの十字架。うん、めちゃくちゃ重いと思うよ。え、マザーさん朝起きるときパクってなるの。なる。てか、ね、起きるときっていうか、なんだろう、起きて、うん、なんかアラームじゃない時に起きた時、うん、あ、やばいね、はいはい、やばいね。アラーム前に起きちゃった時。そうそう、スッてなんか目が覚めた時が一番焦る。うわ、めっちゃリアルなんだけどすごい想像したら自分も今怖くなったでしょそうなの。あれこれね、なくならないよ。俺はもうかれこれ1年になりますね、もうすぐね。ね、やだ
い重たいこの10時間。いやーまあでもきっと人それぞれね、そのなんだろう、食らったダメージに応じてそう多分ね続くと思うんだよね。なるほどね、うん、あじゃあこれこのバクがある限り反省してるっていうことなんだ。逆にうん、そういうことにしておきましょう。そういうことにしておきましょう。忘れてないってことだから、うん、忘れちゃダメだよね、そういう気持ちは。そうだねまあ日記はちょっとまちまちですけど、うん、てか今週寒かったよなマジで。いやマジで寒い。なんかちょっとラジオ番組っぽく喋るとなんかあれだよね、夏の終わりを切なく感じる、間もなくこう秋の到来が体で感じれる季節になってきましたね。仕上がってる。じゃそれやめてくんない？俺のじゃないからそれそれ俺のじゃないんだよな。マザーさんのじゃないの？そう俺のじゃないんだよ。俺のあの俺の先輩のやつなのよそれ。同じチームの。結構バロアント配信中自分のよもののように。自分のもの？うん。結構使ってたから。それ言ってる回一回ぐらいしかないからね赤さん。自分が見た回の記憶しか喋ってないでしょ。仕上がってますよ。だから仕上がってますね、はい、仕上がってますよ、うん、ラジオ番組仕上がってます。てか昨日赤さん優勝おめでとうございます、はい、あ僕準優勝だったんですけど、ありがとうございます。はい、はい、いや決勝でマザーさんと戦えて嬉しかったね。いや僕は悔しかったですよ本当に僕は悔しかったですよ。いやだから昨日のね、はい、昨日僕は本当ね、はい、おじを感じた。おじ？おじさんになったなってえ、どんなところ？1試合目めちゃくちゃ調子良かったのよ俺。はい、噂こちらまで流れてましたよ。すっごい強かったの俺、うん、あ今日まずいな、ちょっと手加減ぐらいした方がいいかと思ってさ、うん、そういう気持ちで言ってたんだけどさ、意気揚々ともう胸張って俺についてきないよぐらいな感じで、うん、でもその 2,3 試合目結構間が空いたのよ、うん、で4試合目迎えたらさもう何もできない子になってた何もできないおじになってた。うん、そうだからやっぱね、昔の感覚じゃなくてこういつでも行けますよじゃなくてしっかり準備しないといけないんだなと、はい、反省いたしました。いやそれはおじさん関係なくてみんなそうじゃないかな。やっぱね間が空いちゃうと冷えちゃうから。そう冷えちゃうのはあると思うんだけど、なんかね自分でも想像できないぐらい頭が回ってなかった本当に。でも僕さ感じたことのないやつやった、ま、僕1試合目めちゃくちゃマザーさんが調子いいぞ、マザーさんが試合壊してたみたいな噂を聞いたから、僕マザーさんのアーカイブ見たのね、うん、1試合目いやめちゃくちゃ強いと思ってでその後もだらだらとマザーさんの配信見てたんだけど、うん、試合観戦してたじゃん。してたね。マザーさんその時唐揚げ弁当すごい食べてたでしょ。あ、お弁当食べました。はい、食べてたよね、はい、でそう食べ終わった後、ま、唐揚げ弁当を食べて眠くなっちゃったなって言ってたよ。マザーさん唐揚げ弁当のせいだと思う。唐揚げ弁当のせい、うん、眠くなってたよマザーさん唐揚げ弁当食べてそれか、うん、あ、原因はそれか、うん、いやでもお腹空いてると何もできないじゃないじゃないですか。はい、じゃないじゃないですか。じゃないですか。今お腹空いてんのよ俺。すっごいお腹空いてんの今。だから頭回ってないの。仕上がってないってこと？仕上がってないですよ。もちろん。もちろんでも爽やかな朝ではある。ほう。うん。でも赤さんの方が仕上がってないでしょ。いや、それはまだわかんない。わかんない。まだわかんない。今のところどうよ。もうすぐ10分経ちますよ。まだいつも通りじゃない？あ、まだ、あ、まあ全然異変は感じないですけど。うん。うん。全然なんか仕上がってるって言った時は調子悪いかなって思ったけど、まだわかんない。大丈夫。オッケーオッケーオッケー。うん。じゃあ早速お便り行きますか？行きますか？行きましょうか今週も。はい。じゃあ赤さんからでいい？え、なんか最近なんか僕多くないですか？じゃあ僕から行きますよ。お願いします。じゃあ僕からいきますよ。じゃあお腹空いてるんでこのお便りでいきます、はい、ペンネームジャンバルジャンさんからのお便りです。マダさん、アガリンさん、おはようございます。おはようございま す。先週はお月見でしたが、お二人はお団子食べましたか？
自分はお団子が売り切れていたため少し秋を肌で感じながら雪見大福を食べました。さて自分は最近いろんなパンに食べることにハマってるんですが、お二人は今までこのパンは特に美味しかった、この時食べたパンは記憶に残ってるなどパンエピソードありますか？おすすめのパンがありましたら教えてください。うーん、お腹空いてきた。お月見の先週お月見だったんだね。全然気づけなかった。俺たちはあれだから、世間から離れた場所にいるから、だいぶだいぶ ね、 ね、うん、離れてる。季節の変わり目とかもちょっと感じるの遅いから、うん、うん、でも寒いなって感じてたけど、でもご飯は食べますけどね。そうね。でも赤さんこれパン苦手じゃない、うん、おにぎりばっかりパンエピソードちょっと苦手じゃない。いや僕ありますか、パンエピソード。あります、はい。あるの？いや配信を始めてからおにぎり生活になっただけで、僕全然パンも食べる人間なんですよ、うんうん、で僕小学生の時とか、うん、あの親が共働きだったんですごいあの朝が忙しかったんですよ、うんうん、時も、うんうんうん、だから結構パンが多くて、まあ、パンだけをお母さんあの毎朝焼いてくれるんですよ。ほうほうほう、忙しいのに。で僕兄弟3人いるんですけど、うん、お母さんが焼いてくれたパンにあのチョコとかピーナッツとか、あ、いいですね、あの、そう塗るんですけど、うん、そのチョコとかピーナッツとかバターじゃない時は、うん、結構争奪戦になって、うん、やっぱなんかあんまり鬼塗りたくるとすごい喧嘩になるんですけどお兄ちゃんに怒られるんですよ、おいって、うんうん、ちょっと塗りすぎだろお前って、うん、チョコはちょっとレアなんだから大事に使えよみたいな、まあ、いかにあのあちょっとでも分厚く塗るかみたいな毎朝やって、うん、あのそれに成功した日はすごい 甘いチョコパンが食べれるのがすごい幸せだったなって。あ、なるほどね、あの食パン焼いてってことだよね、はい、そうです。いいよね、お母さんに焼いてもらっていい、ね、うん、いっぱいチョコ塗れた日のパンがすごい記憶が残ってますチョコだったんだ。そうね、ピーナッツとかもあったけどね。俺何塗って、でもね俺もねあかりんと同じようなほんとそっくりパンエピソードだわ。おお、そう、小学校のマザー少年はね、うん、小学生の 3,4 年ぐらいかなの時に、うん、食パンに激ハマりして、はいはい、朝になると眠い目こすりながらトースターを食卓に運んでパン一斤持ってって6枚切りの、それを朝40分ぐらいかけて一人でもうパンパーティーするっていうのにハマっちゃっててすごいね。 それがねもう楽しくて仕方なくてね、今でも思い出すよ。え、それは学校に行く前焼いてで、うん、まあない俺が好きだったのはやっぱマヨネーズかな。マヨネーズピザ風にする、マヨネーズケチャップピザ風にするパターンとか、うん、なんかマヨネーズだけとか、うん、まあ、それこそ甘いいちごジャムとかね、チョコもあったかな、うんうん、めちゃくちゃお腹空いてきた、あの時の記憶が。え、学校に行く前に40分間かけてパンパーティーするの、うん、そうだよ、すごいって。6枚マザー少年焼いて取り出すじゃない、うん、取り出すじゃん、でなんか塗るじゃん、塗るときは塗るじゃんか、うん、で塗ってパンを次のパンを入れて3分ぐらい切って回して、その3分間でこうゆっくりこう食べてっていうのをずっとこうループするっていう、あ、これほんとずっとやってた、食いしん坊すぎる、ずっとやってたよ。でもね、なんだろうな、本格的じゃなかったよ、ほんとほんと、あの調味料を塗るだけぐらい、うん、その少年にできるあのアレンジ、そう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 、自分で料理とかはできないから楽しかったのよ、しかもそのアレンジがあ、今度やろうかなえ、ちなみにそのマザー少年的のなんかベスト3みたいな、うん、ベスト 3? うん、まあ俺はね3位いちごジャムかな、うん、いちごジャムはもう安定でしょ、はい、まあ王道だよね。そうで、うん、1位は、はい、マヨネーズマヨネーズ、あのねこんがり焼けた感じがもうたまんないんですよ。オンリーオンリーオンリー、すごい
あ、たまにね、ケチャップのハーフエンドハーフみたいなことやってたよ。オーロラソース的な。2位か。2位か、これ。で、1位はやっぱりね、うん。とろけるチーズですよ。あ、ケチャップかけて、チーズ乗せて、うん、しかもチーズは2枚ね。とろけるチーズ2枚。が1位ですね。もう、ピザ風のピザパン。あ、それが1位？これが1位。マヨネーズが2位？マヨネーズが2位。いちごジャム1位はちょっと贅沢だから、そう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 、ね、いっぱいできるわけじゃないもんね。そう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 、さすがは1位だ。いやもう最高やわ。と今やりたいもんもう今だったら2金ぐらいいけちゃうもんね。2自分で買えるから。あ、買えるから。うん、あ、そうだね。今だったらもっとなんか大人クオリティのやつができるな。確かに、そうそうそう、確かにできるなあーちょっとこの話題ミスったかも。すっごいお腹空いてきた。もうあの時のチーズパンの味がもうあんなもんさ忘れらんないよね。もうだって想像するだけでわかるじゃん。ケチャップチーズ、うんうん、あかーん、お腹空いてきたえ、でもダメだよ、我慢して。眠くなっちゃうから今食べると。そうね今は我慢。そうだね、うん、我慢して頑張りましょう。はい、おすすめのパンだからあれか、食パンで、俺はあのピザトースト的なやつで、赤さんはチョコレートのやつか。そう、甘いの好きなんだね。そうだね、甘いの塗ってたね、その時は。あ、いいですね、うん、でも僕その時3人兄弟3人で一気に食べきんなかったから、うん、マザーさんすごいよ。兄弟3人で一気に食べきんない？え、僕1枚でお兄ちゃん2枚いかないとかぐらいだから。え、一斤って聞いてびっくりしたよ。一斤はいけるでしょ。いかないよ、いかない。1、じゃあ、まあ一斤は確かに多いけど、うん、まあ食べれるかなってぐらいなんだけど、え、一パン1枚でさ、うん、お腹膨れる？いや、あのね、今思うと多分膨れてなかったんだと思うけど。でしょ。うん、めっちゃお腹空いてたもん、給食の前だろ。うん、俺もう発狂しそうだったもん、11時ぐらいの時に1枚だけだったらえ、けどなんかそれが普通だったから、なんか別に普通だったね、それが。小学生だしね。え、でも俺それ以外にも食べてたよ、ヨーグルトだとかえ、もうフルコースじゃん朝からフルコース、すごいよ。まあそりゃこうなるわな、そら育っちゃうわ。うん、こんなに大きく、立派に大きくなりました。いや、この話してた。でもこの話聞いてるとさ、絶対お腹空いてくると思うんだよ。うん、みんなモニモニ終わりで食べよう。チョコパンとピザパン、うん、みんなも我慢ね。みんなマザーさんと一緒に、うん、11時まで我慢してくださいね。はい、マザーさんと共に戦ってください。戦いますよ、僕は。戦いますよあ、でもあれなんかな、それが当たり前なんかな。パン1枚ぐらいにで済まして、うんうん、お昼時にお腹が空いてくるみたいな。うん、それがやっぱ普通の人間ってこといや、マザー少年はすごいよ。あ、うん、食いしん坊だと思う。そうか、もうだから英才教育を受けてたみたいなことになってんのか俺も満腹中枢は。そうね、うん、もう大バグりしてたんだもうその時からね。うん、多分そうだな、うん、まあまあまあ、でも幸せでした。今も幸せです。え、ぜひまたやってください、パンパーティー。パンパーティー配信、うん、やりたいね。確かに大人クオリティアレンジみたい。いや、ちょっとお腹空いてきた。次行きませんか。次行きませんか。もうダメだ、パンの話できねえ俺食事の話はちょっと避けますか。うん、避けていこう、はい。どうしようかな。あ、これにしようかな。お、ペンネーム水たまりでドロップキックさん、おはようございます。おはようございます。この前新卒で入社した会社を退職しました。次の就職先の仕事が始まるまで1ヶ月お休みがある状態です、うん、
最初の10日間は新婚旅行として、パリとローマで過ごしますが、その後何をするべきか悩んでいます。かっこちなみに今はちょうどローマにいます。最初の10日間中だ今。マザーさんやアカリンは1月お休みをもらえるとしたら何をしますか？はい、1月。すごいね。いいね。すごい、結婚するから退職してってことだよね、きっと。ことぶき退社ってやつじゃないですか、これ。あ、これが。そういうことか。これが世に聞くことぶき退社ってやつよね。ええー、なー。でも次の就職先の仕事が始まるまで1ヶ月お休みがある。違うか、ことぶき退社ではないか。ことぶき退社かもしれないけど、またお仕事を探すってことなのかな。そうだね、1ヶ月だもんね。うん、うん、いや、ローマからだよ。いや、ローマか、おしゃれだね。そうだね。いや、一月もらって何する。いや、僕はそんなおしゃれなことしないかな、多分。ローマに行くだとか、パリに行くだとか。うん、そんなおしゃれなことは多分しないで、うん、お家にいてバロラントしたり、なんか新しいゲーム探してみたり、うんうん、結局配信したいってなっちゃうと、もう1ヶ月休むかってなっても、うん、例えば疲れちゃったりとかして、うんうん、4日目ぐらいに、いや、配信したいなってなっちゃうから。あー、赤さんはあれ、あの、働いてないとダメな人？あー、なんか自分真面目な方の人間ではないけど、配信はしたくなっちゃうね。あ、まあ配信はね、そうだね。まあ好きなことではあるもんね。ね、その、うんうんうん、好きなことやって、まあお仕事と、完全 100% 仕事ではないじゃんか、俺の中ではなんだけど。まあだからちょっと、なんだろう、その生活のためにこう会社で働いて、やりたいことを我慢してる人がもらった1ヶ月とはちょっと違うかもね。そうだね、うん、ちょっとそれで想像したら何するだろうな。ちょっと想像してみない？いいよ。あ、就職しました、私。いいね。我々就職しました。はい、はい、で何年も頑張って働きました。立派な社会人、はい、立派な社会人をイメージして。はい。で、1ヶ月でしょ？うん。どうなっちゃうんだろう？いや、確かにローマとかおしゃれなこと したくなっちゃう。したくなるんじゃない？やっぱり。うん、したくなるね。したくなるんじゃない？マザーさんは何かしたいこととかある？俺？うん。俺でも一月、そうだね。うん。まあ、旅行は行くかな。旅行は行くとは思う。旅行は行くと思う。温泉とか。あー、行きたい、なんか行きたいところとかあるの？その何県とか、どこかの国とか。国？うん。俺はね、でもずっと言ってるのはね、あの、カジノしてみたい。あー、カジノ行ったことないから、カジノ行ってみたいですね。すごい、もう、うん、パチンコスロット以上の凄さがありそうだよね。本場のカジノは。そう、本場のカジノに行ってみたい。あ、かな、うん、うんうんうん、行くと思う。一月もらえたら行くね。それ面白そうだな、うんうん、いやでもなんかもうその就職してみてっていうのももう想像できないわ、なんか今。うん、うん、なんかさ、できないね、その休みをもらえるってもらうっていう感覚がないからね、うん、なんか自分で自分じゃん、自分で決めるじゃない、うん、なんかそこがなあるから、なんかやっぱ違うんだろうな。そうだなあれ、そうなんよね、あれ、うーんってなってない俺ら、すっごい、うん、すっごい、やっぱりさ、すっごい想像できない世界に足踏み入れてない俺ら、うん、お仕事系の話は割と僕たち結構毎回こうなってるよね。うんうんうん、社会不適合者2人が、うん、社不適、社外不適合者2人がこんな話ができないと。うん、まあでもいいだろうな。ローマって今夜なんかな。いや
どこなんですかね、そもそも。ピシャのシャトーがあるところですよ。ピシャのシャトー？うん。あの斜めになってる建物。ピシャ？ピシャ。ピシャ。あ、シャなの？サじゃないのあれって。あ、やばい。社会不適合者の方に引っ張られたかも。ローマってローマの休日でしょ？そうだね。ぐらいしか出てこない。うん、それにピザの殺到が出てたから。もう言えてないよ、わかり。ちょ、寝起きなんで割と。ピザの殺到。ピザの殺到。ローマは今午前3時半だって。見てる？ドロップキックさん。見てないんじゃない？見てないか。寝てるんじゃない？モーニングモーニングより前だもんね。うん。うん、まあ起きて。深夜だ。うん。見ていただいてると思いますよ。はい。うん。まあでも意外と俺そのなんだろうな、働かないとダメな人っていると思うんだよね。うんうん。休めない人みたいな。うん。うん。またでもね、なんかそう。無理して休む必要もないかなと思うから、なんか1ヶ月どん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 動いてみてもきっとなんかいいんじゃないかなと思うな、うん、まとめ上手。はーい、はい、うん、ありがとう。はい、次のお便りいきますか。いいな、いいな、1ヶ月か、うん、しかも新婚旅行だよ。新婚旅行だぜ。うん、一番というかすごいラブラブな時期にさ、うん、1ヶ月も2人で過ごせるなんて素敵だよね、うん、なんか心が痛くなってきたよ俺。なんか心が痛いんだけど。いやマザーさん、別に彼女いらないみたいな、今興味ないみたいなこと言ってたじゃん、うん、強がりです、うん、実は強がりだった、うん、そりゃね、そんな、うん、まあありゃある方が嬉しいは嬉しいよ、きっと。うん、うん、そりゃ、あ、そうなんだ、うん、興味ないって言ってたから、なんだろう、うん、欲しくなる瞬間はある、やっぱり。あ、興味ないは言ったんだろうな、きっと。ちょっと、わかんない。そこまでは言ってないかも。うん、でもなんかその今、うん、配信でいっぱいいっぱいになっちゃうみたいな、うん、まあ感じではあるけど、なんかねふとね、やっぱりね、その連日配信でこうちょっと疲れたなってなった時とかに、うん、あったかいお味噌汁飲みたいなとか思うよ。自分であったかいお味噌汁作れるじゃん。違う、自分で作ったやつじゃないのよ。違うの？うん、やっぱこう、うん、眠い目をこすって、うん、そう好きな人に作ってもらったお味噌汁が飲みたくなるんだ。そうまあ、きっと夢ですけどね。さあ、次のお便り行ってみましょう。はい。じゃあペンネームコビブーさんからのお便りです。マナさん、アカリンさん、おはようございます。おはようございます。いつも楽しい朝をありがとうございます。早速ですがお二人に相談があります。僕はラグビーをしているんですが、練習中にうまくいかないことがあって、その原因や解決策が自分の中でまとまらないときにマイナスの感情が顔に出てしまいます。僕がやっているポジションはセットプレーのまとめ役的なポジションなので、顔に出てしまうと周りの雰囲気やプレーにも影響が出てしまいます。このように自分が混乱しているときに顔に出さないようにするためにはどうすればいいでしょうか。メンタルの保ち方や解決策があれば教えてほしいです。うまく文章ができずにすいません。これからもお二人の掛け合い楽しみにしていますと。なるほど、うん、なあ。え、マザーさん顔にね、うん、マザーさんって出る顔に。いや、どうですか、出てます俺。え、いや、わかんないの。出てないんかな。うん、いや、俺出てる気がするけどな。どうなんだろう、配信しててでしょ。だから赤さん見ててさ、うん、なんか俺がうまくいってない時とか、うん、顔出てる。タバコの量が増えるだけでなんか不機嫌になったりとかはしないよね。タバコがバロメーターだよね、マザーさんのご機嫌の。え、あ、そう、うん、じゃあもう24時間やってた時はもう終わってたってこと。あのね、でも、うん、
なんかその顔には出したくないなとは思ってる。うん、うん、やっぱ分かりやすい顔だから俺。まあでも出てしまっている時もあると思うけど。分かりやすい顔。分かりやすい顔じゃない？表情が、うん、表情が、表情が分かりやすい、うん、そうそうそ う, そ う, そう、役者にぴったりじゃないですか。そう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 。でもそれ言われたことある、うんうん、だからなんかこうカメラ置いて配信始めましたって1年半ぐらい前に始めました時は見返し、あ、そうだ、見返して思ってた。この時俺すごい怖い顔してるなとか、うん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 、嫌だなとは思ってたかな。自分では意外に出てるなって思う。うん、自分ではなんか出てる方かなとは思う。うんうん、うん、いや僕も結構顔なんか顔に出るタイプ。すごい、そう、気分屋って結構友達から言われることが多くて。ほう、え、そう思う？ん？赤さんが気分屋かって、うん、赤りん気分屋かな。なんか結構すごい言われてきて、ほう、僕ほう、みんなに血液型 B 型でしょって言われるの。あ、でもめちゃくちゃ O 型なのね、うん、で理由、あとめちゃくちゃ、あ、そう言われたから、うん、なんでって聞いたら気分屋だからって言われて、すごい B 型への風評、熱い風評被害が今言ってるんだけど。あ、これ言われたことなんで、僕が、うん、僕は B 型にそう思ってるわけじゃないよ、うん、僕は言われたことだからね、これ。あ、でも気分屋って感じ、いやでもなんだろうな、ブチギレてる時とか見ると結構しっかり気持ち入ってんなと思う。うん。うん、そうだね。うん、え、だから結構気をつけてはいる。なんだろう、自分がそういう人間、俺はそう、こういう人間だって分かってるから、うんうん、気をつけてはいるんだけど、うん、でも俺はね、なんか赤さんは、うん、なんだろう、その人には見せないけど、うん、嫌なことあったら誰もいないとこでしっかり悪態ついてそう。裏そう、裏とかね、ちゃんとこう、ちゃんとその雰囲気を壊さないように、その場はこうなんかニコニコじゃないけど、そうだねって言って、うん、なんかこうちょっと、じゃあトイレ行ってくるねみたいな感じな時に、一人になった瞬間に、みたいな。なんかそういうイメージあるかも、うん、怖いよそのイメージ。やってそう、勝手な偏見ですけど、これは。いやだやだ、そんなことないよ。そんなことない、そんなことない、あいつよって。いや、そんなことないよ。でそれやって、なんかこうしっかりリセットして、うん、なんかこうただいまーってこうニコってこう戻ってくるような、うん、だからメンタル強いイメージあるからさ、うん、うん、でもどっかでなんかこう発散してるんじゃないかなと思うな。え、本当にそんなことないよ。あ、そんなことない、そんなことない、そんなことない。そっか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 、うん、ね、大丈夫、配信中お茶持ってくるねって言って、なんか人形バーンって殴ったりしてない？ねねちゃん。赤りんちゃん、赤り、赤ちゃん、赤ちゃん。大丈夫だよね、それは。大丈夫だよ、うん、そう、だから僕ね、うん、結構人に言われること多かったから、あの結構気にしてた時期があって、ちょっと気をつけなきゃなって、うん、で自分をすごい分析してた時があったの。こういう時に、うん、あ、今ちょっと自分無口になってるとか、あ、ちょっと今気分落ちてるなみたいな。ああ、そう、ああ、でも赤さんは無口になるかも、確かに。え、そうそうそう、結構なっちゃうの。あの、そうだそうだ、赤りんは無口になるわ結構。そう、ちょっと気分が落ちると、だからその自分が気分が落ちるとき、どういうときに落ちる傾向っていうか、うん、その傾向を結構見て、あ、今自分落ちてるかもみたいな気づくようになるんだよね、うんうん、あ、今すごい顔に出ちゃいそうになってるから、今気をつけないといけないときだみたいなのを気づい、結構その傾向を自分の中で読んでる、うんうんうん、うんうん、で、あ、今不機嫌になりやすい時だみたいな、はいはいはい、今気をつけようみたいな、ずっと気をつけるんじゃなくて、うん、なんかその短所短所だったら気をつけられるみたい的な。ああ、なるほどね。そうそうそう、
みたいにしてる、僕は。偉いね、自分でね。そう、まあ、気分屋だからこそみたいな。そこ気をつけてやってるみたいなことか。うん。でもこのお便り送ってくれたコビブさん、ラグビーで、まあ、言ったらなんかそのまとめ役、うん、みたいなポジションにいるって言ってあるんだけど、うん、でもこれね、俺野球部の時、うん、あのキャプテンがこんな感じのタイプだった。すぐ悪態つくタイプで。怖い人だったんだ。悪態つくタイプっていうかね、いいやつですごい。でも自分のプレーがうまくいかないと、うん、こうってなっちゃうタイプの子で、うん、なんかわかるわ、空気悪くなるもん全体の。あって、うんうんうん、あってなるからな、うん、でもこれね、なんかそのちゃんと目指すところを明確にするときっと大丈夫と思う俺は。例えばなんかラグビー、まあ、スポーツとかだったらその試合に勝つとかさ、うん、多分その試合とかだと多分ね、顔に出ることって少ないと思うんだよ。やっぱ明確じゃん、その目標がさ、うん、何点、点数がついて勝ち負けがあるからさ、目指すところが明確だから、うん、なんかあんまり出ないと思うんだけど、特に練習の時とかに、うん、なんか何の気なしにやってるとなんかうまくいかなくて、うん、なんかこう顔に出ちゃったり雰囲気悪くしちゃったりみたいなことあると思うから、うん、なんだろうな、俺が思うのはその練習の時とか、なんかその用意された練習、これやりましょうみたいなの中でも、今日はこういう感じの目標を持ってやろうみたいなのがあると、うまくいかなくても、なんだろう、その反省に回せる、はいはい、うん、っていうのかな。だから顔に出ないと思う、はい、そういう考えでやってると。なるほど、はい、まあ一応強豪校にいたんで、これはすごい役に立つアドバイスだったのではないでしょうか、うん、かなと思うな、うん、いやでも怒られてたよ、その 俺の同じ年代のキャプテンだった子もね、うん、なんか野球でショート、ま、守ってたんだけど、うん、ボールエラーしてなんかもうみたいな、もう一人で 足元見てなんか悪態ついてるみたいな時、もうめちゃくちゃ怒られてた。監督怖かったから死ぬほど怒られてたよ。結構やっぱみんな真剣にやってるほどやっぱそういうのは出ちゃうよね。出ちゃう、うん、まあでも仕方ないけど、なんかポジション、そういうポジションにいるならきっとなんかそういうメンタルで、保ち方じゃないけど、うん、目標をしっかり明確に設定してやれば俺は保てるんじゃないかなと思います。まとめ上手。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかちょっと語っちゃったな。ちょっとごめんね、あかり、なんかちょっと語っちゃいました。ナイスアドバイスでしただろ。はい、うん、これ仕方ないよ、スポーツだとか、うん、うん、まあ勉強でもそうだと思うけどね。そうね、うん、まあ、周りには当たらない方がいいな絶対、うんうん、僕も気分屋だから、やっぱ一人、うん、顔に出ちゃってる人がいると雰囲気悪くなっちゃうからね、うん、どうしても気使っちゃう人もいるし、うんうん、そうだね、僕も改めて気をつけようと思いました。はい、丸丸丸。はい、よし次行くぞ。はい、行きます。どれにしようかな。じゃあこれにします。はい、ペンネーム早尾さん、マザーさん、あかりん、おはもに。おはもに。いつもドライブをしながらラジオを聴かせていただいております。僕の車は携帯をつないで音楽を流すタイプなんですが、 Apple Music で音楽を流すときは音量8くらいがちょうどよく、 YouTube や Twitch で音楽を流すときは30がちょうどいいため、モニモニを聴いた後に音楽を流すと爆音になりがちという小さな不憫を感じています。マザーさんやアカニーは気をつければ済むけど、ちょっと気になる不便ありますか？これからもお体に気をつけて配信頑張ってください。おそらくこのメールが読まれる時も車から聞いています。ありがとうございます。ありがとうございます。運転気をつけてください。いいお便りだよねこれ。あれ
ですね。まあでもあるあるだよな、なんかこういうの、うん、音量え、これはマジであるある、うん、気をつければ済むけど気になる不便か。うん、パッと出てこないよな、これ。いやいや、そんなことないでしょ、アンカーあるはずだよ。いや、マザさん、これダメだよ。前、ウォシュレット取りにくいみたいな言ってたの、もう今日これダメね。ウェットティッシュな。そう、ウェットティッシュ。僕今なんて言ってた？ウォシュレットって言ってた。まずいですよ、ウォシュレット。間違えちゃった。赤さん、今日トロトロしてるね。だいぶトロってます。ちょっと待って、めっちゃ面白い。ウォシュレット。業者俺たちはあのトイレ業者でもしてんの。それ不便どころじゃないよ、ウォシュレット取るのは大変だよ。そうだよ、うん、ウェットティッシュね、うん、気をつければ済むけどちょっと気になる不便、うん、あー俺な、あるね。早いね。家が狭いってまあ、うん、よく言ってんだけどさ、その今いる場所、うん、椅子に座ってるんだけど今、うん、からトイレに行くときに、うん、1枚扉を開けて2枚か開けて行くんだけど、うん、その通り道にコードがね1本通ってるのよ、横切る形で、うん、でそれは最初は仕方なかったの、そのセッティングした時、その、うん、机をセッティングした時はもうこの1本はどうしてもここを通らないと、もういろいろパソコンのやつだったりとかコードが足りなくなってて、足りないってなってたんだけど、なんか3ヶ月前ぐらいになんかいいコードのタコ足のなんかやつを買って、この机側にもそのコンセント余ってる状態なのになぜかずっとねそこにあるの、そこと横切ってんのよコードがずっとね。なんで俺直さないんだろうって、不便だわこのコードって思いながらいつも通ってる、そこ。そのコードどかせばこれから不便じゃなくなるのに、めんどくさがってちょっとした不便を選んでるんだ。そう。あ、これあるあるだね、それも。そういうのはあるあるだと思いますけど、うん、そういうの許せちゃう人間なんだなって、なんかうん。でもこういうのの積み重ねで生活がダメになっていくから、そういうちょっとした不便を直したときマジで快適なんだよな。そうだね、うん、そう、自分が思ってる以上に快適になんだよね。え、そう、え、なんかあるから、こういうのは絶対転がってるよな。なんでそんなパッと出てくるの、赤さん。出てこない。いや、見渡してる。いや見渡してない。だって僕とかなんかある、あの赤さんなんかもう冷蔵庫ないとかさ。え、そうだよ、僕のその前はカーテンなかったの。この話したっけ。カーテンなかった。そう、僕今のこの住んでる赤人線3つ目3個目なんだけど、うん、1個目の時はカーテンがなくてゲーム配信してる部屋に、うんうんうん、だから僕朝太陽が昇ってくると、あの太陽の反射でモニターがもうピカピカになっちゃって敵が見えないみたいな。何も見えないの。カーテンない家なんて俺知らないぞ。え、そう、ゲームする部屋にね、なかったの。あー、すごで、冬になったらさ、カーテンないから、うん、あの冷気がダイレクトに来るの、うん、だろうね。で、暖房もなかったからもう寒さに震えながらさ、エームしてたんだけど、まあ、そのちょっとカーテン、まあ、最初はお金の中なかったからカーテン買えなかったんだけど、うん、まあ、普通にカーテン買えるようになっても、あの買わなかったりとか、なんかやっぱ買えばいいのにちょっとした不便を選んじゃうんだよな僕。あれじゃない、なんかさ、今 俺もさコンセントの話してさ、あがりんもカーテンの話したけどさ、うん、俺らのこの気をつければ済むけどちょっと気になるっていうレベルがちょっと違くない。なんか、うん、この人はさ、なんかこう、あ、もう音量キュッてやればいいだけなのに、あーってなってるけど、俺らの場合はなんかちょっと物がでかい。レベルがちょっと高すぎない。なんかシャフ的。そう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 
エピソードなんだよな。いや、これ違うね。寄り添わないと、このお題に。そうね、そうね、うん、もっとみんなわかるみたいなやつがいいよね。うん、ちっちゃいやつなのよ。あるあるのやつ。ちょっとのやつなの、ちょっとのやつ。なんだろう。ちょっとのやつ、まあでも赤さん冷蔵庫ないの何ヶ月も続けられてる人だから、うん、不便って感じないんじゃないの、もしかして。そうなんだよね、うん、だってそのさ、カーテンないやつもさ、なんかこう、うん、わー明るーってなって終わりってことでしょ。そう、終わり。モニター見えない、終わり。バカ、お昼まで頑張んなきゃって。太陽の位置が変わるからお昼になったら。それはね、どうなんだろう、うん、やっぱ俺たちシャフだってことが今痛感するわ。うん、頑張ってあるある探そう。いや絶対あるんよ、絶対あるよ。いやあるんだよ、ね、気をつければ済むけど、ちょっと気になる不便でしょ。うん、うーん、でしょ。いやあるよきっと、俺たちにだってあるよ、そういう一般の人間的な部分がきっとある。ある、きっとある、絶対ある。頑張ってね、ひねり出そう。ひねり出すぞ、絶対ひねり出すぞ。ちょっとだろ、ちょっと、みんなのちょっとだろ。うん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 、まずいですよ。いや絶対にあるんだ。いや、マザーさん、でも前さ、ウェットティッシュのさ、例え、うん、不便ってすぐ出してたから、今回も出るかなって思ったけど、いや意外と。ウェットティッシュもいつも使ってるから。うん、いやでもタバコ系はあるけどね。何、灰皿、うん、灰皿かな俺は。そういう、うん、ちょっと気をつければ済むけどっていう、あの、うん、俺今なんかね、丸い入れ物で上に押すポットころがついてて、なんかくるくるって回って下に落ちる灰皿を使ってるんだけど、なんかこうたまに挟まって途中でガチョンってなって止まんなくなるの。わかるかな、なんて言うんだろうな、押し込んで、これね多分見たことない人に説明しづらいな、なんて言うんだろう、その上に出てるところをポツって押すと、なんか台になってるところ、うん、火を消す部分がくるくるくるって回って下に落ちて、そのタバコを中に入れてくれるみたいな、うんうんうん、そういう灰皿があるんだけど、うん、配信中とかそれをやってポンって押して、その、うん、下にくるくるって落ちてく最中にこう上がりきっちゃって、そのなんか変なとこにこうタバコがカチッって挟まってるみたいな、うんうんうん、状態になって、それをね、もう一回押せばもう確実に落ちんのよ。うん、うん、構造上もう一回カチャンってすれば落ちるものを、もう一回しかやらずに次消すときに、あ、なんか不便だなーってなる。これでしょ、これでしょ。ひねり出したなー。ひねり出したねー。ひねり出したねー。そう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 、これかな俺は。うん。あ、結構わかるって。わかる、うん、いや、それは、だから、それはわかる。僕じゃないよ。あー、みんながね、みんながね、うん、それはそらそうです。僕はわかんない。うん、タバコ吸ってないから。うん、なんか出てきた。でも出ないよ。だから赤リンは、うん、あれってこと。だからそんな不便なんか感じないと、生きてるだけで幸せってことでしょ。まあ、大きく言うとそうなるね。うん、だから大きい女ってことでしょ、うん、なんかこう、器が。でっけえ女ってことでしょ。器がでっけえ女ってことでしょ。ってことにしといてくれますか。わかった。そういうことにしといてやろう。ありがとうございます。これでいいのか。次行きますか。あ、わかりました。行きましょう。はい、俺だよね。そう。よし。じゃあ、これ行こうか。ペンネーム。CC レモンさんからのお便りです。マナさん、アカリさん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今付き合って2年半になる恋人がいます。遠距離恋愛でいましたが、来月同棲のために引っ越しをして数ヶ月経つと彼女の誕生日が来るんですが、その誕生日にサプライズプロポーズを計画しています。そこでお二人にどんなプロポーズをすれば
いいか聞きたいです。もしくは自分ならこんなポーズプロポーズがしたい、されたら嬉しいというのがあれば教えてください。いつもお二人のことを応援していますと。いやー、 おめでとうございます。年半付き合って来月同棲のために引っ越して、でもその先の誕生日でプロポーズ、サプライズプロポーズするって幸せなことですね。いいね。いいですね。ね、そんな。これは男側の男の人側からのお便りなのかな、うん。そうだね。彼女の誕生日が来るって言ってるから。あ、多分男の子だね。なるほどなるほど。うん、なんかでもさ、この手のお便りさ、この間はやっぱりなんかプレゼントとかもそうだったけど、うん、気持ちだよって。うん、気持ちだよ、ね、気持ちだよっては言ってたけどさ、うん、プロポーズってなるとさ、でもやっぱりなんかなんだろう、うん、思い出に残る場所、うん、だったりするのがいいのかな。しかもお誕生日っていうね、うん、そうね、プロポーズとお誕生日だから、そうね、でこれってこうなってるってことはもうプロポーズしたら、うん、ゴールインの状態ってことだよね。さすがにさすがにそうだよね。そうだよね。さすがになんかあの不確定要素満載のまま言ってるわけじゃないもんね、CC レモンさんは。いや、でも2年半付き合って来月同棲って言ってるから間違いないと思います。うん、サプライズプロポーズか。なんかこれされたら嬉しいみたいなのある？例えばさ、うん、なんかあるかな。なんか家帰ってきたら、うん、なんかお家が風船だらけだったみたいな。うんうんうん、俺なんか友達が聞いたことあるんだけど、友達がやったって聞いたことあるんだけど、うん、あれって女性側嬉しいのか。いや嬉しいと思う。嬉しいのあれって。嬉しいと思う。俺その友達にお前よくそんなことしたなって言ったんだけど、うん、あ、そういうのって嬉しいんだ。え、だってさ、自分の好きな人が自分のためにたくさん風船で埋めてくれてたんでしょ、うん、そうそうそう、家をね、家中をね。だってそれってすごい時間かかるじゃん、うん、その過程とかを想像したらすごい嬉しいよね。ああ、こんなに僕のためにはあ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 、うん、なるほどね。でもその子は確かに誕生日だった気がするんだよ。なんかその結婚のプロポーズとかじゃなかった、うん、からなんか特別感があるといいよな。そうね、うん、でも僕はなんか結構ディズニーでプロポーズとかすごい人が多いところよりかは、例えばレストランでいきなりあのサプライズ BGM 流れて大々的にフラッシュモブね、そうなんかプロポーズとかよりかは結構お家とかで二人きりとかの時に静かに結婚しようって言われたい。おー、なるほど。ね、フラッシュモブはダメですか、やっぱり。ちょっとね、緊張しちゃう。わかんない、実際その場になったらすごい、うん、わーってなるのかもしれないけど、うん、想像がつかないから、そんなの。なんかさ、フラッシュモブの話するとさ、うん、なんかあんなん絶対恥ずかしいとかさ、うん、もう やられたらもうありえんみたいなことってよく聞くんだよ、うん。でも実際やられたことないじゃない。多分そうだよね、多分そう言ってる人って、うん、そうね。嫌だ嫌だってなるけど、あれやられたらどうなんだろうね。ちょっともう一回こう立ち止まって考えてみない。だからこれだけラブラブでさ、もうなんか先も見えててさ、うん、もうなんかいつもの日常の中で言うのもあれだし、なんかびっくりさせてやるかみたいな感じでさ、うんうん、フラッシュモブやるかみたいなんでされたらどうなんだろうな。うん、でも多分好きな人本当に本当にされてる側、フラッシュモブをされてる側の人が相手のことめちゃくちゃ好きだったら本当にドラマのワンシーンみたいになるじゃん。だから本当に一生の思い出になって、まあね、一生の思い出にはなるか。うん、忘れられない思い出になると思うんだけど。そうじゃなかった場合がすごい怖いよね。うん、でもやっぱね、こういう話するとコメント欄でもね、絶対ありえないとか、うん、なんかその やられた瞬間もなえるみたいな、うん、とかって聞くんだけど、でも実際やられたことないよな、こんなにって想像で話してないと思って、うん、想像。ちなみに役者の友達でフラッシュモブのバイトをしてるやつがいて、え、
めちゃくちゃ楽しいって言ってたよ。え、どういうお仕事？おダンサーの子とか。あ、そう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 。タイミングで。めっちゃ楽しいぞあれって。パッとダンスするってこと？そう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 、雇われてカフェとかに行って、うん、音楽バーンって流れたらこうさーって踊り出して。へえ。って言ってめっちゃ楽しいとは言ってたよ。やる側は。うん、あ。楽しいってことはさ、あんまり失敗してるところを見たことないのかな。いや、さすがにだって赤にちょっとそれはさ、うんうん、さっきもほら、もしかしたら振られるかもしれないっていう状態で、あんまりフラッシュモブする人いないんじゃない、うん、あ、もう確定要素がたくさんあって。そうなるほどね、あれは確定要素がある人がやってるんだ。そんな猛者いるかな。いや、ちょっとこれあのフラッシュモブしたらさすがにいけるっしょみたいな。いや、博打でやる人もいるかもしれない。そんなやついる？そんな男気あふれたやついるかね。うん、なんかフラッシュモブだったら OK 出してくれるかもしれないっていう、うん、いや、大体でもやる人は、うん、どうなんだろうね。俺断ってるし、断られるし、見たことないけどな、うん、まあでも、うん、断られることもあるか。僕は結構ツイッター結構は嘘なんちらほら見たことある。なんかツイッターでそういう動画書いたのとか。地獄だな。地獄だね。うん、地獄だった。だからその周りの人はどういう反応すればいいんだろうね。ね、うん、まあでも断らずにいてその後ダメだったみたいなパターンは聞くかな。確かに。あ、そういうパターン。その場ではまあ確かに断りづらいでしょう、あんな大勢に見られて。赤さんじゃあどうですか、断れる？赤さんがフラッシュモブで告白されました、その場で断れますか？いや、どうだろう。そんなに結婚考えてない人からってことだよね。もうそうそうそう、もうなんかもうすっごいブワーって踊ってくれてさ、どんどん盛り上がってさ、クライマックスで指輪パーン、花束ポーンって渡されて、結婚してくださいって言われて、もうめちゃくちゃこう何騒がしかったのがグッていきなり静かになって、赤さんに視聴率 100% みたいな状態になって断れる？いやー、でもさ、その指輪を受け断らなかったらさ、ハグしてキスしたりさ、そういうそういうことがあるかもしれないじゃん。こっちは結婚する気ないのに。ああ、そうね、実害があるかもしれないってこと。そう。でもさ、断ったらさ、すごい空気になるじゃん。だろうね。え、どうすればいいの？もう地獄じゃんこれ。だからやっぱ断れないんだろう、多分あれ。え、これ本当に確定要素がないとダメだ。やっちゃダメだよね。やっちゃダメだね。だからシーシーレモン君は、うん、あのフラッシュモブだけはやめときましょう。うん、でもまあ2年半付き合ってて、来月同棲って言ってるからね。まあ、かなり家の中で一人で踊り出すのはいいと思うよ。あ、そう、いやね、嬉しい、そういうのは。うん、誰にもだってね。うん、うん、それで行こうよ。ソロ、うん、ソロで家のソロでハウスフラッシュモブやろ。だからそれだったらね、あ、面白いと思うよ。うんうんうん。うん、まあ、ユーモアあればね、うん、今この時代だし、新しい最先端として配信するとか、その風景をフラッシュモブではなくフラッシュストリーム。そしたらさ、別に見てる方は気まずくなんないじゃん、配信見てる方は。ああ、なるほどね。うん、うん、お金ももらえるし。うんうん、かもしれないし。確かに、チアとか飛んでくるかもしれないよね。おめでとうって。うん、そうね。うん、いやでも、こうやって話してみて思うけど、うん、サプライズはいらないんじゃない？やっぱシンプルでしょ。でもなくても、結婚しよう、その言葉がいっちゃ嬉しいと思う。うん。うん。まあ、女性側がね、こういうところでやってこういうことがいい、こういう感じがいいなっていうのがあるんだったら叶えてあげるのはすごいいいと思うけど。うんうん、うん、そうね、そう、いや、めっちゃいいこと言うじゃないですか、マザーさん。結構ここに行き着くから、こういう話は。うん、
素直な気持ちが一番。そう、結婚しようがいっちゃんのサプライズなんよ。おお、おお、いいこと言いますね、赤さん。十分、うん、きっと。わかんないけど、いいね、うん、きっとそうだよ、うん。幸せになれるよ。頑張ってね、CC レモンさん。頑張れよ、CC レモン。頑張れ。ということで11時になりましたということでね、早いな、早いね、早いな、もう11時だってよ。うん、1時間経ったの信じられません。赤さん、今日の調子はどうでしたか？ね、ちょっと調子悪かったかな。途中あのウェットティッシュのことウォシュレットって言ってましたけど、うん、その時に気づいた。ジェフ長とまではいかないけど、なあ、うん、不調かも、うん、何かが足りてない感があった。うん、ちょろってたいや、でも俺も人のこと言えませんからね。無事に11時迎えられてよかった12回目にして初めての感覚なんじゃない、それ。うん、よかったよかった、本当に。無事に11時を迎えれたって。はいまあまあまあこういう時もありますよ、長寿番組ですから。もうこれ12回目ですからね、はい、そうですよね、うん、そりゃそうよ。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ということでですね、今週もありがとうございました、ありがとうございました。ツイッター等ですね、ツイッターでですね、あのハッシュタグモニモニをつけて、感想等ご意見等、ツイートしてくれると私たちあかりんマザーが見ますので、よかったらよろしくお願いいたします。はい、お願いします、あとポッドキャスト、スポティファイ、Google ポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、アップルポッドキャストでもモニモニ聞けますんで、散歩だったり家事の途中だったり、聞いてくれると嬉しいです。で、お便りがですね、ちょっとね、あかりん、さっきも俺ちょっと放送前に言ってたんですけど、実は12回目にして、ちょっとだけお便りの方がちょっと少なくなってきて、足りてません。お便り足りてません。はい、ちょっとね、ちょっと少なくなってきてるから、うん、よかったら何でもいいんで、本当日常の一コマ、こういうことあったなーっていうのでいいんで、はい、そのなんか すっごいこんなことあったのみたいなとかさ、なんか結婚するんですとか、やっぱ大きいことが送らなきゃいけないんじゃない、送らなきゃいけないと思ってる方がいると思うんですけど、そうじゃなくて、うん、本当日常の日常の1ページ1コマでいいんで、うん、今日食べた何々が美味しくて、そういえばっていう感じのお便りが送られてくるとすっごい嬉しいんで、よかったらよろしくお願いします、はい、このコメント欄に流れてるこの投稿用フォームですね、あとマザーのツイッターでも、告知投稿用フォームの URL ありますんで、チェックの方よろしくお願いいたします。お願いします、よろしくお願いいたします。はい、で全部言ったっけ、言ったかな、言ったかな、あと壁紙等々書いてくれたら、こうやって使いますんで、よかったら、はい、ファンアート的な感じでね、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ今週もお疲れ様でした。あ、はい、来週の目標は、あ、俺そうだ、先週の目標そう赤さんのいいところを探すとか言ってた言ってた、ちょっとじゃあ今週もその目標でいくわ、うん、俺見つけてないわけじゃないよ、見つかってない、もうめちゃくちゃ見つけてるけど、まだあるんじゃないかなと思ってて、うん、だ今週もちょっと温める、一回寝かすの、うん、今週もちょっとあかりんのいいとこ見つけていこうかなと思いますそんな寝かせない、もうだいぶ見つけてるんだけどね、これっていうのがまだ、うん、何個かも見つけてるんですけど、なるほどね、これみたい、納得いってないまだ納得いってないね、自分の中で、なるほどね、はい、僕は先週毎日配信するだったんだけど、うん、まあ、毎日配信したから、今週はそうだな、うん、どうしようかな、今週は何かあるかな、なんだろう、あ、じゃあ僕、あ、じゃあ僕もマザーさんのいいところ見つけてくる、うん、そうですか、見つけてくるっていうか、もう見つけてるんだけどね、わかりました、わかりました、わかりました、はい、了解です。じゃあということで終わりにしましょうか、はい、はい、皆様今週もありがとうございました、ありがとうございました、良い週末を、おつまみ、
バイバーイ。